近年、学校教育のあり方が大きく変わりつつある。従来にはない仕組みが次々に導入され、教育現場の先生はてんやわんやの大騒ぎ。そんな混沌とした教育界にメスを入れる生徒たちがいた。その名も、やっぱり後ろにもね、とっても大事なもの。
宿題をなくしたらいいんですよ。おお、はい、来た。おお、なるほど。宿題は大事だと思うが、そこですね。君たち。大事だと思う人。まあまあ大事。これも大事じゃないと思う人結構いるね。おじゃじゃじゃ、これ何かある？じゃ石山。石山。指定がなかったらどうなるんだ、この我々というのは。
あの、伊藤忠の意見聞きたいな、これは。どうですか、伊藤忠の意見。僕、いじめられるんですよ、この髪の毛。いや、やっぱり学校というところは髪の毛をこう染めるとか、そういうお金のない生徒がいるんですよ、うん、まあ、それは自由にすればいいのかもしれないんですけど、あまりお金のない髪の生徒が過ごしやすいような学校にある程度規制もいるのかな。なるほど、なるほど。お金のない子に寄り添う形。そう、そう、新しい視点の意見でしたね。非常に新鮮なご意見。あなたは伊藤君、まあ、大学入ると自由なので、うん、大学入るまでは我慢したかっていう。あ、我慢、そっち派、うん、貴重な10代ですよっていう意見なんですね、我々の。だって18歳じゃないですか、大学で18って10代終わってまいります、うん、そんなね、僕らの青春を縛り散らかしていいんですか。最後の2年弾けれる最後弾けるためです。セミで言うたら最後の2週間ぐらい。ああ、ずっと伊藤君もね、まあ、ほぼ40代でパーマ。色気づいてね。40代でしてデビュー。40代でデビューできるんだ。できるできる。どんだけ食べてきたんだ。最後にスカリングレースもう一度。シルバリング。はい。今年はね、まあ。どっちつかずかな。どうないですよ。むずいな、これは。僕は傍観です。僕は。傍観です。傍観ですね。でもね、まあ、最終決めてもいいんですよ、先生方。ルールを。なんでこのルールあるんですかって聞いたときに。納得感ですね。あの、なんか嘘でもいいから納得感の理由欲しいんですよ、こっちとしては。生徒、一つ言いながら、生徒というのは意外と論理的なんですよね。これは大人が思ってる以上に、我々意外とね、理性の働いてるというか、なぜこれをするのか、宿題にしてもなぜこれをやる意味があるのか、意味を求めて、すべてに意味を求める順番、それが腑に落ちればなるほど、納得なっとなるんだ。そんな甘い生き物じゃないです。先生のお悩み勝手に解決ソリューション部、今日の活動をこれにて終了します。起立。